なんと不思議なことでしょう。私の心が一番熱く生き生きとなっている時に限って、私の手も舌もまるで縛られたようになってしまい、私の心の奥底に感じているところを絵に描くことも口で言い表すこともできなくなってしまうのです。だからそんな時、私はそれを音にしてみます。私は音楽家です。ビルの
6階に住んでいます。私がこの町に初めて来た頃、私はとても寂しい窮屈な思いをしています。町は灰色のコンクリートばかりで、緑の山や青い川はどこにもなかったからです。私はある晩とてもとても疲れ果てて、自分の部屋の窓を開けてみました。そしてそこに懐かしい友達の顔を見つけたのです。それはまん丸な月でした。月に私が手を振ると、月はその光を私の部屋いっぱいに差し込んで、一つの古いピアノの話をしてくれます。これは懐かしい月が私に話してくれた一台の古いピアノの話。私は古くのピアノ、寒い冬の夜、石段の人がやってきて、久しぶりに鍵盤を叩かれました。私の予感が正しければ、どうやら引っ越しもしそうです。暖かな心に包まれて、振り返れば別れが辛くて辛くて、それでも一つだけ最後のわがまま言葉を持たない私からの大切してくれた店のママにありがとうの言葉を言ってください。
キュンとなっちゃってね、うん、痛いそうなっちゃったすいません。素晴らしい。2人とママはシャカシャカ。本日の一応ラストってことまだ大丈夫です。ダメダメ、これを言葉に、うん、いや、これだって Thank you.